はい、こんにちは、キリンです。今回はかなり危険な動画になります。今回僕がこの動画を出すことによって、もしかするとミズニャンさんから僕は徹底的に叩かれて活動休止に追い込まれ、そして僕の所属事務所であるアニマルステージも解散に追い込まれる可能性があります。非常に危険な動画です。というのもですね、なんとあの大手モノモス系 YouTuber ミズニャンさんの嘘を暴いてしまいました。はい、というのも、本日ミズニャンさんが出された動画で、ヒカルがいなくなったせいでミズニャンはご飯が食べれなくなった説という動画をミズニャンさんは出されたんですが、まあ、その動画の中でですね、ミズニャンさんはご飯を食べることはできていると言われていました。だがしかし、僕の徹底的な考察によってそのミズニャンさんの嘘を暴くことができました。今からその真相をお話ししていきます。はい、で今回早速のアナグラムなんですけど、ミズニャンさんの今の状態というのは、まあ、ヒカルさんがいなくなった状態のミズニャンさんということで、ミズニャン引くヒカルと表すことができると思います。はい、これをアナグラムしていきます。でまずニャンですね、ニャンをアルファベットに書いていきます。はい、でヒカルなんですけれども、こちらヒカはそのまま、はい、そしてこの2本の横棒マイナスとルの一辺をここに置いていきます。そしてこちらはそのまま、東と読むことができます。はい、続いてアルファベットを入れ替えていきます。はい、はい、花となります。そして東は、漢字の東、そしてアルファベットの花は漢字の花、すなわち英語読みするとフラワー、はい、そして東を英語読みするとこれはイースト、さらにまだ触れていない文字水ですね、こちらはそのまま漢字の水、はい、そして最後にカタカナのフラワーなんですが、こちら実はですね、英語読みでフラワーという発音があると思うんですが、その同じ発音で違う意味の単語というのが一つだけ実は存在します。はい、その日本語訳というのが、小麦粉、はい、この水、小麦粉、イースト、ここで勘のいい方はもうすでにお気づきかもしれません。はい、この3つの素材を合わせて出来上がるものといえばただ1つ、すなわちミズニャンさんはご飯が今食べられなくなった。その理由は、パン派になった。信じるか信じないかはあなた次第です。さようなら、バイバイ。